公共外交、広報担当国務次官は、アメリカ合衆国国務省における役職の一つである。国務省のトップ12日し、広報業務と伝統的外交を組み合わせた、公共外交が確実に実践されるように支援し、もってアメリカ合衆国の国益と安全保障を促進する、ことを目的としている。教育文化局、広報局、 国際情報計画局の3つの部局を統括する。また、時間の下には、政策、計画、資源事務局と公共外交諮問委員会が置かれている。この役職は、ビル・クリントン政権時代の1999年10月1日に、1998年の外務改革再編法1313 13条に基づいて創設された。 同法の第2305条により、国務次官の数が5人から6人に増やされた。また、同法により、広報文化交流局と武器管理軍縮局が廃止された。次官の任命には、上院の承認が必要である。1999年10月1日から2019年8月29日までの期間のうち、 上院の承認を受けた時間が在任していた期間は35.8%しかなかった。承認を受けた在任期間の平均は289日である。2019年8月29日現在で過去3つの政権を見てみると、ブッシュ政権の37.2%、オバマ政権の21.8%、トランプ政権の89.4%で、 承認済みの時間が不在となっている。出典、ありがとうございます。